Hello everyone! Today I'm going to make an exercise for my legs to make it more thin. So let's start! 5. 股関節から大きく動かしていきます。9、10、11、12、13、14、15。次は足を内側にクロスして内ももを引き締めていきます。お腹に力を入れて下っ腹もキュッと引き締めていきましょう。1、2、3、外に開くより内側に集める方を意識していきます。8、9、10、11、12、13、14、15。次は横向きになり片足を上下に動かしていきます。この時にかかとの内側は天井の方に向けて持ち上げていきましょう。1、2、3、4、5。かかとの内側を天井の方に向けると内ももに効いてきます。9、10、11、12、13、14、15。 OK。 次は反対も頑張って足を持ち上げていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。次は仰向けになりお尻を持ち上げて足を左右に動かしていきます。個人的に一番効果のあったトレーニングです。1、2、3、4、5。足はそーっと床に下ろしていきます。8、9。腰を反らないように気をつけます。11、12、13、14、15。次はお尻を持ち上げて足を前後に動かします。すっごくきつい動作ですが効果抜群です。1、2、3。足はそーっと床に下ろしていきます。6、7、8、9、10。少しきついですがお尻は持ち上げます。12、13、14、15。これがラスト。足先で山を描くように動かします。お腹に力を入れた状態で動かすと下腹の引き締めにも効果的です。腰をねじらないようにお腹にはしっかり力を入れておきます。4、5、6。お尻と太ももの境目を作っていきましょう。9、10、11、12、13、14、15。これがラスト。お尻とももの裏を鍛えることによって足のラインがもうすごく綺麗になります。頑張って。1、2、3、4。最後まで追い込んでいきます。6、7、8。ラスト5回です。10、11、12、13、14、15。Oh yes, it was a little bit hard, but pretty good anyway. So I hope you feel yourself better right now. Thank you so much for watching this video. Push like if you like my outfit. And if you want to talk to me more, you can join to my Fansly account. If you want to have fun with nudes, also you can join. Thank you so much again for watching this video. See you next time. Bye bye.